もう12月ユニバ行けないですよ。もう悲しい。どんだけ、もうね、めっちゃね、スケジュールを何回見てもね、いけないんだろうなって思う。なんか、12月後半どうなるか分かんないですけど。なんかあるといいですね。これは知らないから言える話ね。なんかあってほしい。まあ絶対混んでるから行きたくないわ。ユニバ行きたい。サーカリンはかかってないのか。いや、知らんかった。引きこもりだからって来てる。おもろい。ラリンハットさん、ハート100ありがとう。ジャムズさんと会えるチャンスもあるのね。どうだろう、私出るのかな。出たいな、12月27よね。あれ出たい。もう本当にジャムズさんに会えると思ってた、28日。しかもさ、あの豆柴の大群さんがさ前にいるからさ、ワンチャン会えるかなとか思ってたりしてさ、大森真帆さんがいたわけじゃん。だから会いたかった。悲しいな。明日のご予定は言わないよ。メイさん、レボスありがとう。生きてたよ。人多すぎてダイナソーしかなってない。そうなの、悲しいね。でもね、昨日か一昨日ね、ユニバのね、なんか何そう何あ会うあのあ空いてる情報、なんだっけ、待ち時間見たらめっちゃ少なくて、今日行きたいってなった。いつだったっけな。年パス更新します、絶対。森の妖精さんか。ノートブさん、服ありがとう。ふくふく、公式の YouTube のガラスの瓶のアンペを見て待ってました。私公式 YouTube めっちゃ見てましたよ。あの好きになれただけで幸せだも見て、みほりんに LINE 送った。めっちゃマイカーだって送った。めっちゃマイカーじゃない、あれなんかもうマイカーの象徴だった。1054日、イエーイ。ね、マイカーらしさしかないよね。それな、めっちゃマイカーを感じたもん、あれを見て。でも伝えたいって思ったもん、あれを。普通の年パス買うかライト買うか迷ってた。普通の年パスがいいよ。普通?いや、もう一番安いやつがいいですよ。そうそう。私は今一番安いやつですけど、何不自由もないですよ。毎日配信のチケットは足りた、全然11枚あったから。この期間でハマったものはないです。あ、魚をさばくのを見るのはハマったけど、すぐ飽きた。なんか同じすぎて、ずっと同じ。時々卵じゃないわ、なんか胃袋の中からなんか魚いっぱい出てきたり、めっちゃ赤ちゃんが出てきたり、めっちゃ卵入ってたり、いい脂肪だったりしたぐらい。サメとかウミガメとか出てきたんですよ、びっくりした。フォローありがとう。ソラハさん誕生日付近除外日多かったみたい。ああ、なるほど、誕生日近くに行きたいのね、ソラハさん。私も行きたいです。にゃにゃ、こんばんは。待って、私今日夢見た。なんだったっけな。これはハチバレさんだよ。元気そうで安心した、ありがとう。これはもういつの配信かな、いつの配信か忘れてたけど、その時に立てて、なんか移動する間もなく、移動したいんだよね本当は、あそこに。けどめんどくさくてしてないんだよね。本当は移動したい。てかこれもどうにかしたい。ああ、滑っちゃった。下の段は一応メイク道具入れてる。これしか入れてない。なんで首折れるかもしれないの前回りをしようと思ったの？元気があったから。
ちいかわまたが浸透しすぎてね、嬉しい。私結構ね、友達とかに言われる、ちいかわまたって言われる。いとこの友達からちいかわまたってきたなんか直接は来てないんですけど、いとこがなんか誕生日の時にいとこの友達がちいかわまたって言って、そう言ってたって言ってて、え、あ、そうそうだ、みほちゃんの友達もちいかわまた知ってたら、あ、アーナって、アーナだっけ、なんか知ってたよって言ってた。浸透浸透中です。ガーナ代表がアーナに聞こえて応援したもうフィギュアどこ置いていいか分かんない、みんなどうしてんの。クラコンね、私録画したかったのに、フォローありがとう。録画したかったのに、まさかの広島にいなかった。ピエン、おかえり、ありがとう、やっほー。横置きすると上にたくさん置けるよ、二段ボックス。どういうこと、どういうこと、横置きすると二段ボックス、あー、そういうこと。これさ、足の部分がさ、すぐポロポロするから嫌なんだよね。クラコン見てありがとう。なんて幸せなんだと思う、運命ってやつ。よいしょ、あばばばば。再放送あるんじゃない？あ、そうなんだ。再放送あるんだ。なんだ。ならなら。あ、こういうこと？こういうこと？何これ？なんか折れてる折れてる。危ない危ない。これ地震になったらさ、対策しないと、ちゃんとここになんか置かないと。これ地震やばいわ。耐えれんと思う。多分。棚ごと？棚ごとってどういうこと？棚ごとか。棚ごと？あ、棚を横にするってこと？つまり棚を横にしたらこれ、待って、分かった、こういうこと、このまま棚を横にしたらガッチンってなるってこと、ここが、あ、そういうこと、こっちをこうしたらもうこれがこれでいいってこと、え、あ、そういうこと、え、あ、待って、こういうこと、これを横にしたらって。おい、木村さんめっちゃ可愛い、ありがとう。箱を横向きに置いたらフィギュアを置くスペースが増える。あ、上にここに置くってことか。元気そうだよ。そういうことか。これこのままゴッツンっていくと危ないやつかな。そんな大雑把なことはしない方がいいってことかな、きっと。とても幸せです、ありがとう。そう言ってくれて嬉しいよ。これでもね、怖いんですよ、ちょっとグラグラなんですよマジで怖いんよね。危ない。お、いいじゃん、いいじゃないですか。え、めっちゃいいじゃん、こういうこと。待って、上に漫画置きたいな、だったら。なんで、なんでやねんってなるか。大変、崩れた崩れた。これなんか、これ13巻、ここや。なんで幸せなんだと思う。よし、
なんで上やねん、どういうこと。あ、そういうこと。間違えた、こっちだった。ん？これ誰の靴？やっぱ違うわ。こっちじゃん。いいじゃん。ゴギザリさん、レインボースターありがとう。そこに椅子して、椅子にして座るとスペース有効活用。これ椅子にできない、怖いよこいつ私が組み立てたから怖いよ、違和感ミネタ君いないんですよ。これどこに置こう、どうやって置こうかな、どこ置こうかな。うん、え、あれさ、ネジ締め直す問題じゃないと思うの、この方々は。え、チーカーまん丸焼きね、食べたいなって思いつつ食べてないです。ショーケース買うと映えるよ。なるほど、ショーケースか、見よっと。え、トガちゃん欲しいよね、わかる。あ、何しようとしたっけ、これか。あ、え、上にもう一個重ねれる気がする。え、長さ一緒かな、測るやつ。チークアームって元気だよ、エンデバーかっこいいよね。メジャーメジャーメジャー、わーわーわー。あれ、この中メジャー入ってないって、どこにメジャーあるんだ。ここか、なんでここにもないのさ。おいしいなあ、あったあったあった、ミニオンのケースに入ってた。こちらは長さが73センチ。まるさん、パンダありがとう、クマありがとう、おかえりなさい、ありがとう。あ、こっちの方がちっちゃい、 68.5センチ。じゃあこれを上に重ねればいいんじゃん。これじゃん、やばいわ、ちょっとずれたんかな、なんでやろ。まあなんでか分からんけど、日常が戻ってきた、よかった。そうだよ、すごい元気だから。私毎日アイドル続いてるよ。ここもう一個さ、箱開いてるんよね、ちょっと見えるかな、これとここ開いてるんよね、どうしよっかな。
今さっきまではメイク用品入れてた。そういえば、あ、いいやん、入れとこ、それでいいんや、全然いいやん、いいやん、いいやんね、透明な箱買おっと。バクゴくんも3体いるよ、入っちゃえば、汗汗皆さんのおすすめな漫画は何ですか。うわくわって泣いちゃった。出前にヒロアカ、見えない奥には秘密のものを。私鬼滅やってますよ。え、あそこね、鬼滅の漫画入れてるんですけど、鬼滅の漫画がマジでぴったりなの、横幅が。で、奥に入れるとすごい変になるから、手前出して向こうにめっちゃくちゃくちゃしたもん入れてるんですよ。持ってきたい、見せたいのにな。てかあの棚を本当は横にしたい、横にしたいね、横にして、横にしたいわ。あ、横にしたら結局幅が違うくなるんか、それは悲しい、それはとても悲しいにゃん。わーわーわー、こいつ本番どこ、こ、え、こいつの置き場がなくなったよ。え、これ上に重ねて、あ、ダメか。え、こいつの置き場困る困る、ワンピース揃えたら大変だ、確かに。そうそう、チーカーもね大変なんですよ、チーカーまで大変。チーカーマジ大変なんだよね。チーカーマジで大変なんだよ。ちょっとダメなものいないか見てみよう。ダメなものというかディズニーのもんとかね。ほら、チーカー、ここが、うわ、ここがチーカーなんですよ。でも本当にまとまらなくて困ってます。もう重ねてるだけなの、チーカーを。ここはチーカーのものをゴンって置いてます。見える、チーカーのものゴンって置いてるの。そうなんですよ、大変なんですよ、これをどうしたらいいか分かんないんですよ、お店やばいんですよ。うさぎちゃんいるよ、ここに。これ帰れるんじゃない、うん、ちょっと待ってね、もうボタンが押せない。あ、いた、これがうさぎちゃんです。これはチーカー出なかった、悲しい。しかもちょっと左右非対称ぜひぜひ待ってます。あれ、これはこれはどうしてもあっち側向いちゃいます。ほら、この中にカードを入れてます、キーホルダーも入れてます。え、これなんとか先輩かと思った、イノイ、なんとかなんだっけ、あのトゲ巻き、あ、トゲ巻き、巻きトゲわかんないけど、先輩かと思った一瞬。この中に入れてる、これはチーカーじゃない、もうこっち側は大変です。これはチーカーの鏡、乃木坂さんのグッズはね実家なんですよ。でるん、あ、これは最近まで、うん、しょ、メイク道具につけてたけど、メイク道具変えたからのけたやつ。これはガチャガチャで出たやつを全部入れた。本当は多分こういうやつじゃないんですよ、こう置いてやるやつなんですけど、めんどくさくてもうゴーンって置いてます。これは映画のためにやるやつです。
これは作ったやつです、配信で。これはカープチーカワ。そう、私元気だよ。ここはぬいぐるみたち。これはうちわです。あー落ちてきた。あ、プーさんが見えちゃ、危ない。プーさんですこれ。隠してます。ここも多分自分ツッコミクマがいます。かぶってます。ここがバッコーくんです。自分で買ったやつもあるし、ファンの人からもらったやつもあります。あ、これがモノマくんです。トゥルルルル。で、この下が鬼滅です。わかりますか？ほら、この感じにめっちゃ前に来てるんですよ。ほら、わかりますか？これ、ここ、ほら。で、奥にはちょっと隠し扉があります。この中には。中はパンパンです。見えますか？ほら、中いっぱい入れてるんです。ちょっと待ってて。あの一番くじで引いた推しじゃないやつとか、あのそう入れてます。いるけどちょっと今は使わないやつとか入れてますね。うん、そうですね。え、ちょっと待ってね。かさ増し、かさ増し、かさ増し。あら、かさ増しをしてます。よし、あばばばばば、あばばばばばば。引っ越しの時は私毎度大変です。もっと大変ですと私。もっとぬいぐるみがいたけど、もうぬいぐるみは結構減らした。断捨離をしてます、してますよ、してますよ。本当ですよ。今もあるよ、鬼滅。そう、隠し扉です。さよならしてないです。実家にいます。ぶら下げたのは風呂から。豆腐ちゃん元気です。豆腐ちゃんはあのさっきハチバレの帽子をかぶったクマちゃんいたじゃないですか。あの下にいます。そこら辺にいっぱいいますよ。ちっちゃいやつ埋もれてってます、どんどん下に。もう一個棚があるんで大丈夫ですよ、うん、ね、本当にだね、やばいよね。ここはオリーブ島ちゃんです。ここにオリーブ島ちゃんがいます。私本当に多分結構物多いメンバーの一人だと思います。物多いメンバー。そう、集めるのが好きですね。そう、でもちゃんと飾ってないからダメだ。なんか本当にめっちゃすごい人ってすごいじゃないですか。なんかこう一個一個こうケースに入れてみたいな、あれやりたいんですけど、うんうんうん、いつの間にか、いつの間にか積み重なっててやる気にもなんないですね。コメダコーヒー明日からだよね。明日からだけどさ、あれはさ、予約ができるのが明日からってことなん？チキンが予約始まるよ。なんか、そう、ちいかわのやつ調べたら、明日行こうって思ったのに、なんか、あれって、なんか、ね、どういうことってなった。見取り図？でも、ぬいぐるみがいた、ぬいぐるみがいた、こっち側ですね。ちいかわじゃない方側は、服まみれです。あの今日も服の片付けしたんですけど、やばいです。証拠隠滅してます、服が多いのは。ちょっとやっちゃいます。
あと夏服を段ボール2箱入れたんで送ろうと思いますが持ち運べません。あのねあの本当に持ち上がらない。あのねこのええってなる。もうこんなんひょいっとできない。もう本当にやばいです。だから来てもらおうと思います。そう、コメダコーヒーココアさんと行きたいっていうのを LINE で送りました。あ、集めることで欲を満たすタイプなんだねやだ、そう言われるのはやっぱやだ。頑張るわ、片付け。え、服のクローゼット欲しい。断捨離舞台この辺で。大事なものしかないんだ。本当だよ、本当にびっくりした。めっちゃぎゅうぎゅうに詰めた夏服21個入り食べてたら強い。どういうこと21個入り。ああ引っ越しあるある。うん、後輩ができたプレゼントどれを。あ、服の話か。でも私服はいとこにあげてます。夏服はいらないやつ、いらないやつっていう言い方おかしいで、私はもう着ないやつはそういとこのところにプレゼントしました。着てくれてるのかわかんない。ココナちゃんじゃない、アメリンダちゃんですそう違う、一つ下のいとこ免許を取り始めたらしい。免許の仮面なんやっけ、免許の練習、免許の練習なんやっけ、なんか やり始めたらしいです。頑張るねって言ってました。フォローありがとう。誰や、いとこや。あ、ちゃんと床は歩けます。今床歩けますよ。歩きますか SJ 内で服あげたり、どうなんだろう。先輩から後輩はあると思うんですけど、でも2期から研究生は未だないんじゃないんですかね。そんなみんな裕福な生活してないと思う、言うて予約期間、予約してたらチキン食べれるってこと。あれ、予約ができるってこと。予約ができるようになるのがってことなのかな。チキンがあって、なんか白ノワールみたいな、なんかあのパンケーキみたいなやつがあって、その次ステッカーみたいな、日付がね違ったんですよ。だからまだまだ出番じゃないなって思ってチキンはちょっと大丈夫かも。あー、なんか買うごとにポイントがある的なやつなのかな、知らんかった。そうなんかもしれん。綺麗やった、メイクしたからね、久しぶりに。本当に久しぶりなんだけど、めっちゃ久しぶり。メイク道具とか、メイク配信、メイク、ショールームで、ショールームじゃない、 YouTube でなんかメイクのやつとか見たけど、結局あんま変わんないかも変わったんかな。ドラマ見てないんですよ、テレビを見てないんですよ。そう、リビングに降りられないからテレビが全然見れなかったですね。昨日ようやく陰性の証明が出てリビングに降りました。アクサとうちわ届いたよ。わー、ありがとう、早いね。ありがとう、大事にして。嬉しい、ありがとう。3日前に予約なのか、なるほど。しおりさん、あといっぱいありがとう。あとやかありがとう。キュ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 ン。え、私も服の流行わかんない。服の流行わかんないけど、なんかいろんなお洋服のサイト見て、え、これ、おおとか、なんかそういうのを、え、これ、こういう系めっちゃあると思ったら、これが流行ってるんだなって察するぐらい。私も流行りには疎いです。そう、筋トレは、あれ。全身痩せの、なんか何だっけな、忘れたけど、なんとかさんのやつやってます。今日もやりました。あれはきついです、めっちゃきついです
あとみんなから紹介したされたやつは結構見ました。あのツイッターで私がなんか言ったじゃないですか、見ます。なんかね面白いやつとかすごいいっぱいあったし、ワンちゃんとかね、赤ちゃんが可愛いやつとか猫ちゃんとかあったんでしょ、可愛いですよね可愛いですよね、うんうん、でも一番魚をさばくやつ、なんかね誰さんみたいなやつをおすすめしていただいて、それがすごい面白かって結構ずっと見てた。名前はちょっと忘れちゃったけど、アーニャ見てた。おかえりありがとうネタボさん800回ありがとう、大好きピー、ありがとう。パセリ見るって言ってた。ボンドめっちゃ可愛かったよね。ボンド可愛かった。私チップくんのことをボンドって呼んでたんですよ。ボンドって全然振り向かないんですけど、ママに怒られました。チップくんだよって、ボンドボンドって言ったらダメでした。覚えてくれなかった。チップくんをボンドにしようとしたけどダメでした。バフ。トレンド後からついてくる、かっけえ。気まぐれクック、それかも。気まぐれクックさんみたいなやつ、そう気まぐれクックさんです、多分絶対そう。魚さばくやつですよね。ワニとか、その方かな、わかんないけど、ワニとかめっちゃすごい、ずっと時間かけてずっとさばいてたりとか、めっちゃ大きいのさばいてたりとか、あと気まぐれクックさんじゃないけどサメをさばいてる人とかめっちゃ見てました。すごいよね、どでかい魚をさばける、すごい。私さばけるようになりたいと思いました。自分できるかもしれないって思いました。絶対難しいんだろうけど、あんなさ簡単にチョキ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 やってるけどさ、実際はさコツがないと無理なんだろうね。いやなんか言ってましたよ動画で、これは1年かけて習得したんですぐにはできないと思うんですけど、これが一発でできる人は才能がありますねって話してて、あこれ私一発でできるかもって思っちゃった絶対無理なのに。ボフ、アーニャあんま知らないかも。ママね、ももちゃんサメじゃないわ、魚さばくよね YouTube ね。エンデは同じの持ってる、イエーイ。アスパーさんハートありがとう。あ、積み切らないと、まあ、まだ大丈夫だ第2弾がプリンのやつ26日か、めっちゃ先だな。絶対食べよう。ミニオンのラストワンかっこいい。ミニオン、ミニオン、アスパーさんハテヤカありがとう、大好きピー、ありがとう。ミニオンかわいいよな。ミニオンってどうしてかわいいんだろう。なんかさかわいい、なんだろう、チーカーとかさ万人受けするかわいいじゃん。ミニオンってなんで、なんやろ、わかる、言いたいこと。めっちゃかわいいよ、かわいいやけどさ、なんかさあのさ、なんて言ったらいいんだろう、かわいい要素おらんやん。なんて言ったらいいん、わかる、伝わってほしい。アンピちゃんのお顔でタイプで最近ファンになりました。嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、嬉しい。わーい、ね、ブザカワでもないんや、ミニオンは。なんやろ、エイリアンやん、エイリアン、なんて言ったらいいんだろう、なんかすごいかわいい。 なんでなんだろうね、かわいいよね。うん、アーニャとかもさかわいいじゃん、もうみんなから見てわかる、かわいいじゃん。ミニオンはさ、なんだろう、おじさん系のかわいい、あーなんかな、ミニオンなんやろね、かわいいよなミニオン、ミニオン、あーあー、ユニバに行ったらすぐ出てくる、ユニバじゃない、ミニオン、ミニオンすぐ出てくるから、ミニオンすぐ会えるよ。
美人やった嬉しい。あ、愛嬌。あ、確かにミニオンの愛嬌は確かにわかるかも。グルーイがミニオンにかかった人滅びてるよね。あ、あるよね。なんかミニオンって何匹いるやろ、わからん。いっぱいおる。七並べアプリアイコン強奪イベント参加しませんか。そんなのがあるのね。え、今月私100位以内入れたよね。え、今月私100位以内入った自信あるんだけど、どうですか。アキさん、ありがとう。ないな。並べのやつ。下敷きの音？ソファーをカリカリする音だよ。熱出てないで無症状ですね。え、私どうだったの？え、アンナちゃん99位。やぶな！え、危ない！ガチ？危な！やった！え、嘘！やった！ギリギリすぎない？やった、うマジすごい。え、すごくない？すごい、ギリギリやん。え、すごくない？え、すごい。え、すごくない？すごいよね、これ。サンタさんやん。サンタさん、サンタさん。どこに書いとん？どこにあるん？勝った。別に勝負してないから。ギリギリ嬉しい。え、でもね、ちょっと前にママと対戦したよね。ママと七並べやったよね。それで3位か4位上げたから、そのおかげだわ。やったね。どこに書いとん？これ。ここ？あ、違うか。あ、特別なカードを準備した。よっしゃ。どこに書いとん？なんとか争奪戦。わからん。教えてくれ。よしさん、ありがとう。キューン。ミニオンは1万400匹らしい。え、あるんだ、そういうのが。すごい。1万400匹。どういう意味があるんだろう。ヨシンさん、ハート100ありがとう。大好きピー。ありがとう。元気です。ご褒美の UR もらえた。お知らせのとこにある。お知らせってどれ？お知らせ？あ、これ？あ、アプリアイコン争奪戦。あなたの推しメンがアプリアイコンに起用されるチャンス。え、これ1位しかってこと？ 1 位のメンバーがアプリアイコンに起用されます。1位目指す。ほんまにそれ言っとる？ 1 位目指しちゃう？相当並べないかやん。やば。え、予選通過っていうのがあるの？なんなんこの予選通過って。なんかやっとったん？その前に。1400匹の名前。ね、全員名前違うよね。その予選の表示は多分 CM の時の残り。あ、ね。なるほど。じゃあランキングだけ読もうかな、前回の。前回私は17位、ありがとうございます。ちょっと読むね。ほんとだ、ギリギリ。
100位、赤巻紙、青巻紙、木巻紙さん。99位、川端アンナピ、イエーイめっちゃギリギリ。98位、おしりんこプリプリ。97位、集まれ日向の森。96位、タクト。95位、なあちゃんといえばナナ。94位、はるめゆうさん、ゆ姫、いや姫、あ姉ねえ、はるめう、はるめう姉。93位、カズ。92位、はなぴー。91位、マジスカ。90位、ダイダイ。89位、パオローニ。88位、ハッピーキウイ。87位、カノン。86位、カゴヤン。85位、モリリン。84位、エンちゃん。33位、セイくん。82位、吸血鬼ミユ。81位、 T87。 80位、ユミゴン。79位、ヒデット。78位、ヤマト。77位、カノン走らなきゃピー。76位、スバル。75位、伊藤マウニユキで、なんて読むんだろう、なんて読むんだろうね。ありがとう伊藤さん。74位、マッサさん。23位、ワイ。22位、ムラピ。71位、好きなチャンピー。70位、エビチーズ。69位、ヒガチェラー。68位、バルブド。67位、ゴロツキネコ。66位、飛べないただの豚。65位、ミミヒー。64位、ケイタロン。63位、ハッツン。62位、ユイティー。61位、リョーガ。60位、川里オール。59位、ヒロさん。58位、バブちゃん。57位、マー君。56位、ジャンボ。55位、アリンコ。54位、カリオカ。53位、カエバレ。52位、シュちゃん。51位、サーティー。ありがとうございます。確かに100位から読んだったわ本当だ。頑張ってチキゲットしたいな。チキゲットしてね。50位、ジョン・バビさん。49位、ハルト。48位、アシュピ。47位、カク。46位、ルース。45位、ロース。ロセ。44位、黄金。43位、ナオ。42位、ハマちゃん。41位、シプリ。40位、豊田京。39位、電車賛否。38位、パンダ。37位、トイチ。36位、どこ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 。35位、チダちゃん。34位、あやか。33位、トカキーン。32位、大人チーカーマト。31位、勝手に触れてはダメだ。30位、ケンケン。29位、マッツン。28位、サラダボール。27位、アレ。26位、ヒロアキ。25位、京太郎。24位、早太郎。23位、ラオウ。22位、マナ。21位、ヒロック。20位、ポコちゃん。19位、アンナナ。18位、ヤン。17位、かぐや姫。16位、平将門って読むかな。48、なんて読むやろ。15位、ギュアン。14位、ブニョ。13位、ユバリピ。12位、誰かといたい。11位、ウンタ。10位、シオリン、アットマークうどん。9位、下月トゥエーさん。あっとんかな、平野まさかのか。8位、ジュン、アットマークアンナスキピ。7位、ヒレ。6位、ルシュラン。5位、オカッピ。4位、ドグラス。3位、ナウトモピー。2位、まぶすぎる流れ星。1位、耳の耳太郎さん。ありがとうございます。素晴らしいよ、みんな並べてくれてありがとう。どれぐらい並べてくれてるんだろう、このポイントは。えぐ、ありがとう。ハートをゲッツしてるのかな、わかんないですけど。素晴らしいね、ありがとうございます。ありがとうございます前まではね、めっちゃ前まではね、紙に書いてたの。本当にいつの間にかやってなくて本当にすみません。毎月名前は読みたいなと思うので、ちょっと声かけてください。今月はちょっと七並べどうしようかな。100位以内入っちゃおうかな、どうだろう、迷うな
迷っちゃうの。99おめでとう、ありがとう。マジギリギリなんだけど、危なかった、危なかった。あ、危なかったよ本当に。うん、80位ぐらいで終わったと思ってた。好きなタイプは魔女の宅急便のキキちゃん。私じゃん、私キキちゃんみたいな人だよ本当に。知らんけど。100位以内で頑張っちゃおっかな。今やったらね、多分ねすぐ入るよね。ね、やろっかな、元気だし。元気だしやろっかな。どうしよっかな。 UR カードギリ、そうなんですよ、ゲットできたよ。パズルまだやったらんのよ。やってその入れるやつがなかったらダメかと思って。そう、ベッドでやったら秒よ本当に。チートですけど。でもね、クイズとかだもんね。アンピンあまりしなべやってるイメージないけど結構やってるんだね。あせあせ、今月は11月だしやろうって自分の誕生日付きだからと思ったの。それで99位だったの。びっくりマンボウ、びっくりマンボウだよ。なんでやった、あーそっか、なんか YouTube とか、YouTube じゃないですね、なんか動画見てる時になんか手持ちぶささで調べをやったら、そう、あ、これ今月いけるんちゃうと思って。そうなんですよ。12月はどうだろう。やりたいですけど。配信でやりましょう。そう、フレーム手に入れてからしたいよね。そうなんだよ、ここにあるんだよ。え、これフレーム入ってないよね、さすがに入ってないもんね。え、フレーム1枚って書いてる。え、めっちゃちっちゃいってことこれ、フレーム入ってるってことは。え、待って、びっくりした、フレームあった、めっちゃちっちゃいんじゃんこれ、やばい。え、待って、やばい、待って、やばいわこれ、ガチやばい、これはやばいわ、これはやばいです。 UR 出してください、それよりも。え、これガチやばいわ、やばかった。だってさ、こん、え、だってさ、これじゃん、だからさ、で150ピースでさ、これこの大きさってさ、え、ちっちゃいんだろうなって思って見たのよ。だけど、え、思ったよ、ちっちゃいんだけど、マジでやばいんだけど、何これ、雪の結晶かな、え、やばくない、これ伝わんないよね、私の爪これね、やばいよ、メガネいるよ、やばい、これ伝わんないよ絶対、ラムネみたいなやつ、ラムネこれ、ほら、なんだ、やばい、細か、今やろっかな、え、フレームってさ、これどこにさ、どうするん、なんかに貼り付けるん、これのり付けは不要です、持ち上げても崩れませんって書かれてる、すげえ、すげえじゃんこれ、頑張って完成させるけど。え、これ何時間もかかるやつかな、今やったらやばいやつ、明日とかやった方がいいやつかな。どうだろう、どう思う、これここでやりたいね、めっちゃいいじゃん、私配信の机できちゃったんだけど、ここでやっちゃうよ。1ピース7mm、リグやばっ、でもこんな可愛いやつができるんだよ。
アラフルストなくすってやばいわ私じゃん。箱の蓋？お盆？確かに。ちょっと待ってて、かゆみから薬塗ってくる。新幹線帰ってくるときめっちゃ痒くてさ、めっちゃペットボトルでさ冷やしてたの、うん、裸が見えば何やってんだろうってなるのかな、どうなるの、別に冷やしてるってわかるかな。この薬がすごいいいのよ。ワセリン、ワセリンだっけ、何だっけ、ワセラリンです。こいつ、これ今日買った。でももうすぐ速攻効いた、めっちゃいいよこいつ。痒くなったらみんなもおすすめ、おすすめだよ。おかえりありがとう、ただいま。くしゃみしたら飛んじゃうよねきっと。でも1時間半くらいならできそうじゃない。どうもできるかな。できんか、やめよう、やめとこう。明日やろう、明日、明日やろう。いい判断で明日やるというのは。見て、あとねキルモフ買ってもらったの、見て、開封の儀、ミドルフード、あ、収納ポケットがあるんだって、こうやってでき、あ、すごいじゃん。あとそうだ、これこれもらったよ、ゲットしたやつ。久々のアンペ、あざす、あざあざ、ショールームの、そうなの、な、誕生日のポイントのやつ、時誕生日の時にあったやつと、あとくじで当たったやつですね、2枚もらって、1枚は実家にあげてきました。夏に使えるショールームのやつ、めっちゃいいじゃん、超いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、明日の予定来たわ、ちょっと返すね、ありがとうございます。パパパクマナー、よし、ヨシンさんかわいい、ありがとう。ミヤボさんもかわいい、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。お似合い、やったやったね、アリスさん似てる、嬉しい、ありがとう。ある日森の中、クマさんに出会った、花咲く森の道、クマさんに出会った、クマさんの言うことにゃ、お逃げなさい、行きなさい、パッタのパッタッタのタ、パタタのタッタッタのタ、なんだっけこの曲、なんだっけ、ある日森の中、ある日森の中、歌詞、あ、あるやん、ある日森は、クマさんに、クマさんの言うことにゃ、お嬢さん、お逃げなさい、スタコラサッサッサのさ、スタコラサッサッサのさ、ところがクマさんが後からついてくる、トコ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 トトコトトトトトトト、お嬢さんお待ちなさい、ちょっと落とし物、白い貝殻の小さなイヤリング、あくまさんありがとう、お礼に歌いましょう、
ララ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 、カピさん似合う、ありがとう。え、これどういうことって感じじゃない？クマさんの言うことにゃ、お嬢さんお逃げなさい。これはどういうセリフなんやろ、どういう意味で言ったんかね、気になるね。逃げる獲物を捕まえるタイプその歌ってるシーンはもう食べられて天国にいるんですよ。あ、え、そういうこと、そういうこと、天国で踊ってんの。でもクマさんも天国に行ったってこと、どういうこと、どういうこと、夢。みさとこさん資金ありがとう。 ST48 2期生香川県出身のカムタウナです。ね、いいよねこれ、夏にぴったり。作詞した時深夜テンションなるほどね、こうやってこうやって切るやつ。目の前にいたら食べちゃいそうだったから。なるほど、クマさんの腹に当たったやんの。ああ、星もらいに来ました、ぜひぜひ。今やってますよね、ねえみーさん頑張ってください。僕はクマ、なんだっけ、あるよね、私全然知らない歌うかも、なんかあるよね、なんかある、なえ、やっぱないかも。クマクマ違うわ。昨日ママにあの歌を教えた、おててないないっていう曲知ってますかTikTok とかであるやつ。それ言うのをママに見せることをずっとしてました、お休みは。当ててないない、当ててないない、いくぞ、当ててないない、またみたいなあ、当ててないないしてる、クマクマ。やっぱアピはまだ子供やの、まだまだ子供ですよ私は、よろしく。クマさんが私に言ったのは、クマは危ないから、お嬢さん私から離れなさい、逃げなさいということでした。なんかな、 TikTok の曲は意味を考えないようにして聴いてる。それはそうよ、なんか不思議な歌あるもん、とか意味が詰まりすぎてる歌とかね。あれ20歳だけど精神年齢は多分私誰と一緒だろう、ももちゃんよりは低いですよ私、そんな気がする。ももちゃんよりは低くて、しみさんよりは高い気がするそうですね、でもあんなハートがしびれる、これはね昔の曲なんですよね、なんかメイクさんが話してて知りました。どうだっけ、でももちゃん誕生日おめでとう、18歳にもなったんだね、びっくりだよももちゃん大きくなったね、それもあんちゃんの魅力、やった。じゃあシミサラが、え、シミサラより高くない、あーでも知能的にはちょっと怠ってるかもしれない。私はブクよりは低いですかね、そうかな、そうかな、そうなのかな、どうだろうアンピ高2ぐらい、あ、でも私高校生で止まってますよ高校生止まってる、だって高校生見ても同類だと思う、うん。でもね普通に考えたら年下なんですよ、やばいやばい、私高校生の気持ちでいるからクマバージョン最高でした、暗闇の、うわありがとう、萌ちゃんかわいいよね、それな、英語の歌詞ではそうなってる、クマに会ったら逃げなくて大丈夫ですかって聞いてるみたい、あークマもこうやって、クマが、クマはそういう気持ちになってるのね、人間は自分のこと見たら逃げるから、君逃げないのって言ってるってこと、クマが、なるほどね、クマちょっと病んでるね妹っぽいとは言われないですよ、私は妹キャラではないですね、一人っ子キャラです、一人っ子って言ったらあーうーんってなりますもん。くだるさん尊いありがとう、尊い
高校生なのね。え、高校生なの？逃げちゃダメだ。ポケモンやってない。え、私この期間に、私なんか暇って言ったら漫画買ってあげようかって言ってくれて、ママにパパに買ってきてもらうって言われたんですけど、漫画はあの家に広がるからまだ読んでないからいいんだよ。それよりもあれあれ何だっけ、ゲーム機また忘れた。ママにもこの説明したよね、あのさ、こういうやつでさ、最新のやつ、こういうやつ、あ、スイッチだ、スイッチ欲しいんだよねって言ったら、え、もう今してももうしんどくなるからやらないよって言われた。ポケモンしたいのにね。ポケモンね、やりたいよね。あれな、世界観ある一人っ子、いいのかぶってる、やった。キレキレが好きなんだって言われた。嬉しい。そうね、アイドルはずっとキャピキャピでいないといけないですよね。そうですよね。スイッチしてた？スイッチ欲しいな。スイッチ欲しいな。こんばんは。スイッチ欲しい、スイッチ欲しい。ね、みちさん前のスイッチ持ってきてやってた。楽しそうだな。かわいい、ありがとう、としきさん。かわいい、やったー。お、猫ちゃんありがとう、ヨッシーさん、ヨッシーさん、ヨッシーあのマリオカートのヨッシー、最近マリオカートやってて、そう、あのゲームなんかね、スマホのアプリでマリカーがあるんですよ。ヨッシーさんありがとう、猫ちゃんありがとう。サンタさん、スイッチ欲しい。あ、手紙書こう。それがいいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。そうしよう。そうしよう。それがいい。サンタさんがいるんだった。でも、去年も届いてないからな。一番新しいのがいいの。アンピア、どうしてコロナ判定にされたの？ PCR 検査を受けました。そう、メンバー内で、そう、陽性が出たメンバーがいるから受けましょうっていうことで受けて、じゃあ陽性で、あら私陽性なのねって、陽性パタパタって気持ちになりました。そう、いつまでサンタさん届いてた？ STU に入る前まで。 STU に入ったらパタリと来なくなりました。なんででしょう、不思議な話ですよ。私は最後にサンタさんに手紙書いたのいつだろう。え、でも SA 入ってから書いた気がするんだけどね、一回だけ。陽性、そう、その陽性で、ね、検査受けたのに選抜メンバーだけかは知らないです。ほぼ同時に、え、そうだったんだ、辛かったね。うん、私みたいに無症状で元気なやつもいれば、悲しいやつもいる、悲しいやつ悲しい方々もいる。うん、サンタさんに転居届出してないわ、それが原因かな。お年玉待ってます。いや、お年玉私も待ってるよ。陽性、うん、体の中ではコロナになってたらしい。でもなんか自分は勝ってた、コロナに勝ってたけど、コロナ負けてた。体に侵入されてしまったけど、その侵入されてからは、あの、勝ってました。だから元気でした。知らんけど。適当なこと。ママに間違えられたんじゃないって。本当にアンピなんって。本当にアンナなのかなって、ママが言った。っていうぐらい元気でした。すごい。うるさいと思います。住所変更してないわ。高松に来てからサンタ来なくなったのでやっぱ住所変更しないとダメなんだって。してないんやろ、 しないとね。サンタさんは税金払うようになったら絶対に来ません。うわー、そういうやつだったの、サンタさんって。サンタさん、フォローありがとう。
そうね、私成人しますからね。成人二十歳の集いみたいなずっとチープくんの写真しかなかった。アナとこに来るか待っててね。ありがとう。皆さんという名のサンタさんが来ること楽しみにしてます喉に5個以上のウイルスがいると PCR 引っかかりますね。あ、そうなの。そういうことなんやらしい。じゃあ5個以上のウイルスが喉にいたらしい。私いたらしいですね。体内にはいないんだ。そうなんだ。振り袖楽しみ。お年玉いくらが理想？もらえるだけで幸せですよ。働いてそう思いました。もう本当に働いてから本当にお年玉ってすごいすごいなって思いました。なんなら自分の子じゃないですよ。親戚の子に、自分の兄弟の子供にあげるだなんて、そんなこんな頑張って働いたお金を、なんかそう高卒で働いてた、働き出したはとこのお兄ちゃんがいたんですよ。そのお兄ちゃんも働き出した時にの年っていうのかなにお年玉くれたんですよ。すごいなって思ったよその時も。でももうめっちゃすごいなっていうのを身に染みて感じる。価値すごいなって思う。本当にすごくない？まださ、そのすごい身近な子ならまだしも、ハトコだよ。ハトコすごいよね。来るなって思ったんじゃない？絶対ちょっと来るな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 しかもハトコって言ってもめっちゃ 5,6 人いるんでしょ、に多分みんなに渡したと思うし、すごくない？すごいよな。私100円玉あげちゃうかもしれない。やばいやばい、本当にすごいよね。靴下下げてないわ。あ、1000個以上で発症します。あ、1000個いたんだ私の中に。そうだよ、あげる立場だよ私そうなんですよ。やばいやばい、いる使っても待ってるアイドルお姉さんからお年玉ココンナちゃんと同い年だからな。同い年だから逃げ。でも毎年お正月帰ってないんですよね。あのなんだっけ、そういとこの家に行ってないですよ最近。 SD 入ってから行けてなくて、 SD 入る前まで帰ってたんですけどね。ポチ袋準備してませんうーん、会う予定ないからあれはあげる側、本当にマジやばい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 。なともさん、お、なんだ、あ、くまちゃんにくまん、ありがとう。これだね、ありがとう。ねえ、でももうそんな年だよ。貯めよう、お正月まで。正月は家にいないようにします。逃げないとね やだやだやだ。お年玉高校生は1万円が相場だよ。そうなの？ふざけてるでしょ高校生は知ってるな。自分ももらってたかもしれないけどさ、それをさふと考えるとえって感じだよね。やばいよね、引っこもるしかないね。お年玉を経費で処理しようとしたら税理士さんに怒られました落としたくはなるわな。おせちで一番好きな料理は栗きんとん。研究生に配る。そう、2期生はね二十何人もいたからね。そうね、うん、いやでもでも、いや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 、そんなそんな差はありませんよね、きっと。でも懐いてくれますね。栗きんとん美味しいよね、甘いよね。なんか大人になっておせちが
結構食べれるものが増えてきた気がします。お年玉ね、両親が貯金してくれてたはず。結構どこはあるんだろうね今思うと。どこに貯金されてんのか知らんけど。ポチ袋じゃなくペイペイ支払い、やってるところありそう。あ、もうペイペイがいいかなみたいなあ、現金じゃなくていい、ペイペイがいいみたいな、ワンチャンありそうじゃない。で最近メンバー間でも一緒にタクシー乗った時に割り勘するんですけど、あの現金持ってなかったり、その場に持ち合わせてなかったら、そのぴったり持ってなかったら、ペイペイで送っていいとかめっちゃあります。それがお年玉にもなるかも。あ、黒豆好きですね。小さい子としてはガチで不明だよ。いやね、大学とかね、使ってくれたんよ。何買おうってんの？タオル。ペイペイ玉っていうのが流行ってきそう。ペイペイ玉っていうのがさ、あの流行語の言葉になりそうだよね。待って、寒くなってきた。あ、17度だよ。そりゃ寒いわ。寒い寒い。着る毛布を着よう。これも暖房つけた方がいいレベルなんかな。どうなんやろ、どう思う。どうなんやろ。甘ギフもあり、めっちゃ喜ばれるやん。それはお賽銭もカードになるのかな。でもなんかニュースで見たことあるようなないような。急に寒くなったよね。広島今7度なの？やっぱ。やば。私まだヒートテックデビューしてないんですよ。すごくない？私だったら多分今までだったらデビューしてるんですよ。ヒートテック。デビューしてないんですよ。今年の冬は乗り切れる予感しかしない。絶対乗り切れるかな？マフラーもまだしてないです。大丈夫。結構強くない？私今年マジ強いです。私待って、着替えようかな。上をさ、もっとさ、モコモコのやつ着よう。もらったやつがあるんですよ。下はねもう履いてるんですよ、そのモコモコのやつ。映ってないよね。めっちゃ今焦ったんだけどさ、映ってないわな。ルームウェアみたいなのをプレゼントでいただいて、そう、下だけ履いてたんですよ。けど上も着たいと思います。よいしょ。いいじゃん、もっこもこ。もっこもこだぜ。いいじゃん、もっこもこじゃんずっとクマっていう。かわいい、やった、ありがとう。これはいただいたファンの人に。でこの着る毛布は買ってもらった。もこもこかわいいね。あったかい。もう世界変わった。よし、ちょっとお水も。よし、あったかそう。これはやば、あったかそうすぎる。そう、ちいかの福袋楽しみ変わったから。なんだよね。コンビニ行こうかな。これでください、買おう着ぐるみ欲しくなった。これめっちゃいい、めっちゃ高いんだけど。やばいわ、今私全身もこ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 だよ。
配信来た人何曲かと思っちゃうわきっと。冬はモコモコしか勝たんよ。フラピチーノさんかわいい、ありがとう、ありがとう。真冬でも大丈夫そう。これは全部ファンの人です、ファンの人。これはね、ママに、ママとパパに買ってもらいました。だから金額はわからない。可愛いクマやったね、ありがとう、嬉しいよ。可愛いクマって言われて嬉しいよ。キルモーフ、キルモーフマジでいい、北極かと思った、だよね。冬眠できちゃうこれで。あ、おもちゃんの配信が始まったよ。みんなお誕生日おめでとうって言わないと。え、おもちゃんめっちゃ配信できるよ。あ、まだか、3月までなんか。悲しいよね、あのルール。着るこたつ、何それ、そんなある。うーん、大人仲間入りだよ。18歳はもうね、大人仲間入りよ。私そういえば昨日ね、ほろ酔いはこんだけ飲みました。こんだけコップに入れてこれぐらいを2回飲んだけど何も分かんなかった。なんかまだんでもなんか分からん、眠くなったような、なってないような、ちょっと赤くなったか なってないかみたいな、酔ったかはまだ分かんなかった。そう、でもほろ酔いだし酔えてないです、分かんなかった。でも本当にこんぐらい、これを2回飲んだぐらい、それを4回5回ぐらいに分けて飲んでるからマジで分かんないです。ほろ酔いジュース、ママはマジ飲みたくない人らしくて、パパもそんなに好きくないらしいんですよ。飲むけどぐらいだから全部も飲んでない。ラップかけた。どうなんだろう、飲める人なのか、ね、こんぐらいでは赤くならないっていうのは分かりました。顔は絶対赤くなると思う、私あれは。そう、絶対そう。まずはね、一缶飲みきれるようになりたいと思います。飲みきってないから。そう、一番度数が低いやつ缶選びました。なんか冷蔵庫にあって。そうです、今度はクマになってる。さっきもクマだったよ。ほら、そうね、自分の限界を知るべきだよね。で、私でももう次飲むのはいつかってぐらい飲まないですよ絶対。あ、でも吉田アカウマタ飲みたいって話してるのでぜひ誘っていただきたい。服着替えた。アキさんかわいい、ありがとう、嬉しい、ありがとうね、ありがとう、いっぱい。安否飲める口してる、甘いのめっちゃ好きなんやけど、ママに飲めなしそうって言われた。でもおじいちゃんの血が入っとったら、ママのおじいちゃんの血が入っとる場合はめっちゃ飲めるんじゃないって言った。ただママもパパもそんな、ママは本当に好きじゃないらしくて、でパパもそんな強くないらしいのね。だからもう飲めなさそうだけどねってママ言ってた。え、ラトムさんかわいい、ありがとう。え、梅酒言うよね、聞く。ミオリン強い、ミオリン強いんじゃないかなって思う。なんか聞い、なんかね、強そうだよね、なんか。おじいちゃんは知らんけど、なんかおじいちゃんの血がっていうけど、おじいちゃん飲む気がする、普通に飲む気がする。そうね、
そのジュースもそんな飲まないから、うんって感じです。中間の世界だから飲まないイメージしかない。そうだね。でもなんか飲んだうちに入る感じじゃない。気持ち的にはそんな。眠くなったのかな。あれが原因で眠くなったのか。わかんないです。ちょっと赤くなったのかもわかんない。もともとちょっと赤いからさ。ダスミンちゃん？何が？体調全然大丈夫、無症状でした。だから後遺症も一応ないです。わかんない。いきなり症状出るのかな。そんなことあるのかな。わからんけど。匂いも毛布の匂いがします。大丈夫。洗い出せの洗濯の香りがします。うん、サイヤ飲むイメージないですけどね。今好きな飲み物のジャスミン茶、ジャスミン茶もう飲んでないです全然。お水ばっか。寝ないにはいけそうなん？今んとこいけないですね。諦めモードです。マジ諦めモード、ガチで悲しい。この毛布は開けたばかりなんで柔軟剤の匂いじゃない、毛布の匂い。タコちゃんが喜びそうな服。確かに。ね、カウントダウン TV ね、目指したいですよね。 STU でどうなることやら。何時間今に、でも大阪に行くのが一番お金かかるからさ、交通費なんよ。年パス持ってても交通費なんよ。問題は大変ですわね。福フェス出たいよね。勝手に四国で出たいな。安否だけ車で送りましょうか。いいんですか、本当ですか、いいんですか。本当ですか、いいですね。四国行きたい、いいね。意外と大阪なら安く行けるんやな。その積み重ねですからね。皆さんがどれだけ本当に広島に来るたびに本当にすごいなって思います。本当に来てくれるたびに、そうね、すごいですよ。ユニバに行くたびに思う、皆さんファンの人すごいなって思います。本当にメンバーに来たよって言われて、あ、じゃあもう行くよみたいな。すごいなって思います。本当にカウントダウン TV は大晦日、日付回った後にある気がする。そうね、うん、そうですよ。広島旅行何回したかな。ありがとうございます。そうなんですよ。だから、あ、そう、コロナになった時にそうツイッターで申し訳ないですっていうのを書いたら、謝らなくていいんだよって、そう、コロナになったことは謝ることじゃないんだよって結構ウェブで書いてたんですけど、もう私がコロナになってごめんなさいじゃなくて、私がコロナになって皆さんの予定を狂わせてしまって申し訳ないですのごめんなさいなんで。そうなんですよ、本当にフェスとかもね、出れないことも決まったし、あの陽性出た瞬間にってなったし、公演もね私は出れないってなって、結構当たったよ楽しみだよとか、1列目だっていう人とかもいたりしたのに、本当に
その予定を全部狂わしてしまったっていうのは事実なので本当にごめんなさいですね。そう、でも今私は無敵なんで無敵なんで、人間生きてさえいればありがとう人生狂ってないよ。今はねちょっと無敵期です。何週何1ヶ月ぐらい無敵期なんかな、1ヶ月ぐらい無敵期です。でもまあちゃんと手洗いも今日もうがいもちゃんとしたのでちゃんとしてますよ。そう、自分が持ってね他のメンバーに渡してしまう可能性もあるので、でも自分はコロナにかからないよっていう無敵期です。レインボースター状態、そうスター状態ですなので自分は安心感がちょっとあります。でも自分が本当にコロナだったのかどうかっていうのはあれなので、そうね、インフルエンザ、そうね、なる気持ちはないです。インフルエンザなんてもうならないですよって言ったらなるんだよねきっと。ならないと思います。怖いな。そう、ならないって気持ちが大事ですよね。私一回コロナはなっちゃったかもって思ったから、その気持ちで、あ、もうあの明日、そう明日そう検査をしてくださいって言われた時に、あ、私ワンチャンそうかもって思っちゃったもん。私ワンチャンやばいかもって思って、そういう気持ちで行ったらダメだったから、やっぱ気持ちはダメですね本当に。そう、明日ワクチン打つので応援してください、頑張れワクチンって意外と思うより痛くないよ。私は痛くない派です。ココアさんすごい痛い痛い言うけど、私は痛くないと思う派です。そんな痛くなくない？痛いっけあれ、痛くないよね、痛くなくないないない、あとからですよ、そう打った時は痛くないよ。そうね、副反応が怖いね、それはそう、そう打たれるのは痛くない、一瞬のスリル、そうです、なった方が辛いから。そうだよ、注射そんな痛いって思わなくなった、いつの間にか気がついたら打ちましたってなってたね、人生もっと痛い方、痛いことが多いからね。シュリーさんレボスターありがとう。トゥ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 、今の針は細いから痛くない、あ、そういうこと。小学生とか痛い記憶だったもん、全然手上がらない記憶だったもん、なんかもうなんかこんなああっていう記憶だったけど、今年はどうだろう。無敵の今一番何食べたい、うわー、あ、でも私あの歌番組終わった日かな、歌番組終わった日って何したっけ、歌番組の終わった日は焼肉食べて、家で焼肉して次の日韓国料理食べたんですよ。だから今がなんか何か食べたいって気持ちはないかな。今はないです。そう、昨日グラタン食べたしそうですね、元気になってよかった、ありがとう。ごいちさん、レンボースターありがとう。ありがとうございます。みやさんもレンボースターありがとう。ありがとう。母ちゃん、お水ありがとう。ごっくんごっくん。なともさん、クックイーンありがとう。めっちゃ元気だよ、私。針が蚊を刺すメカニズムを研究して最新の針が作られているらしい。天才じゃん！蚊ありがとう。蚊が存在してくれたおかげだよ、それは。ありがとう、蚊。お寿司あん、私ね、生魚食べられないから、そうなんですよ。そう、噂のグラタン
ユニバ以外で今一番行きたいところは、沖縄行きたい。なんかお父さんが出張で沖縄行ってて、あね、うん、T シャツで行けるよって言ってた。マジあったかいって言ってた。行きたいなって思う。グラコロ食べてない。無理しないでね、ありがとう。ごめんやで、そんなそんな。私お寿司食べれないの結構人生の半分損してるって思ってるタイプです。本当に本当になんで食べれないのって自問自答してます。チュロス食べたい、わかる。ユニバのチュロス食べたい。行きたい行きたい行きたい。あー行きたいね、みんなで行こうね。ジブリパークか、うんうん、行きたいなーって感じ。なんか落ち着いたらもう何年後でもいいから、いつか行きたいって気持ち。サーターアンダギー最高だよね。元気そうでよかった。元気ですよ、もちろん。確かに帰ってきたら寒さ倍になるのか、より寒く感じるのか。確かに沖縄に住むしかないやん。ジブリパーク行く予定はないですね。いつか行きたいって気持ち。今混んどんのかな、混んでないんかな。別に今じゃなきゃっていう気持ちではないかな。ジブリ、トトロ以外好きなのあるよ。トトロ以外好きだよ。ポニョ好きだよ。ポニョポニョポニョ魚の子。黒、口真っ黒の写真まだ来ないです。どういうこと。痩せてないんですよ、食欲しかなかったから。もう無症状だったんですよ、もう何度も言うようですけど。本当に寝込んでもないのでね、本当に外に出てないのに食べるだけなので本当に。ダメピですよ。でもサラダとかを食べましたね。ムーミンパークもね行ったことないんですよ。ムーミンバレーパーク埼玉にあるんですけど、 STA 入る前に行く予定あったんですけど、家族でパパが熱を出てコロナとか入る前にと行けなかったんですよ。海バレパーク行きたいね。予約が取れない。なんか言うよね、なんかめっちゃ予約先がもうめっちゃ前だよね。なんかいつだっけ忘れたけど。食欲は旺盛、うん、普通でしたね。爆発するほどではないですけど。外から見える、あそうなんだ。毎月10日がチケットの申し込み、あそうなのね。そう、埼玉には肉のテーマパーク、埼玉すごいじゃん。3月か、3月とか申し込み遅いじゃない、冬休みじゃん。私ディズニー行きたいね。いとこと行きたいねって話をした。それまでにね、もっとね、こうなんて言うんだろう、コロナってもう一生付き合っていくものなのかな、ずっとこんな感じなのかな。なんかもう気になるくない、どうなっていくんやろ。マジで未来見えなさすぎない。なんかもっとさ、すぐ終わるんかと、緩和っていうかもうすぐ終わるんかと思ってたやん最初。いや私思ってたタイプ。思ってたタイプっていうのは変だけど、なんかなんだろう、そのね、1年で、うん、割と戻ってくると思ったら、何年目って感じ。本当にびっくり、倦怠期のカップルみたいなこと。そうなのか、3年あと3年ね、握手とかね、どうなるんよね。それな、そうだよね、いろいろ緩和されてきましたけども、なんか効果のある治療薬が出たら落ち着くと思う。頑張って、薬剤師さんこれ頑張って、来年に握手できそうです。そうなの、そんな早いの、生で。気にしなければ終わる、確かに。でも今はさ、でもなんか昨日テレビ見てて、昨日テレビ見てて、その
学校でもマスクしてるか分かんないから、なんかそのインスタとかを見て顔を認知したりとか、ご飯食べてる時にあこういう顔なんだってなるらしい。でうわそういう時代なのかってなった。そうだよなと思って。高1とかさ本当にここだけでさ友達になるじゃん。だからさお昼ご飯の時に初めて顔を認知するわけじゃん。それってね、ねマスクね、いや外しにくくなるよね。私も時々マスク外しにくい時あるもん。恥ずかしくなるもん。ずっとマスクしてたらね、うん、小学校の学年閉鎖とかもあるみたい。ミシェルボイさんかわいい、ありがとう。かわいい、ありがとう。ミシェルボーイさんありがとう。クマありがとう。そうね、可愛い子いても分かんないね。ね恥ずかしいよね絶対。なんか気まずくない？ちょっとマスク外す瞬間。でなるよね。こってなるよね絶対。ね。マスク外せなくなるよ本当に。本当にそう。マスク詐欺とかさ言われたらもう嫌だよね本当に。そうだね。今じゃもう私もね、メガネしてマスクして帽子かぶったら本当にバレないからね。でもそれがさ、今まではさなんかちょっと変質者みたいっぽかったけどさ、今それはさ別にもともとメガネつけてて帽子かぶってる子がマスクをつけなきゃならなくなったからそんな風になってるのかってなるだけでね。そう、あーね、 ST の MV 花だれもねそういうシーンがありますよ本当に。ニンニク食べても大丈夫、確かに。あと一回リコチとねリネちゃんと話した時はこうマスク詐欺って言われるのいいじゃないですか。だからマスク外した瞬間は変顔するんですよみたいな。変顔してめっちゃマスク詐欺やんって思わせといて、後から普通の顔をしたらめっちゃ可愛いってなるんじゃないっていう。最初にちょっと可愛くない口をしといて、その後にめっちゃ普通に戻したら反動でめっちゃ可愛いってなるじゃないですか。それをこれからやればいいんじゃないっていうのでちょっと検証しました。めっちゃ前ですけど、懐かしい、面白いですよね。ぜひ使ってみてください。そうマスク外してって言われた時に変顔するっていうの一歩手です。で、あしかも変顔したな、あ変顔すなんか、あなんかネタ系というか、あそれが普通の顔なのかって思われるのか、変顔って思ってくれたらそれはそれでわあ何この面白いやつってなって、その後に普通の口したらあかっこいいってなるかもしれないじゃん。そうそうそう、ギャップ萌えですよ。そうこれぜひおすすめ。おすすめです。めっちゃ可愛いと思いますよ本当に。これはもう見てメンバーの見てだからもう本当に可愛いってなる。おすすめ。そうフィギュア、クワッピーさん可愛い、ありがとう。はい、ありがとう。使ってください、検証して。そう教えてください、どうだったか、成功したか失敗したか。アイドルだから許されるのか、もともと顔知ってたからそう思ったのか分かんないですけど。ミシェルボーイさんクマありがとう、ありがとうクマ。ナトムさん可愛い、ありがとう、ありがとう。ミシェルボーイさん可愛い、ありがとう。縁側の見本ください。それをスクショとかされちゃうからさ嫌なんだよ。スクショとかねできなかったらいいんですけど。マスク外して変顔した瞬間って引かれます。
でもその後普通の顔をした時にかっこいいってなるんで大丈夫ですよ。フォローありがとう、あだざます、嬉しいたけ、嬉しいたけ、嬉しいたけ。でちょっと言いたいことあるんですけど言っていいかな。なんか嬉しいたけを芸人さんがなんか使ってるらしくて、知らなくて、私普通に自分が嬉しいたけっていうのを言葉を発信して嬉しいたけ使ってたんですけど、芸人さんがね、ちょっと忘れちゃったんですけど、芸人さんがもともと嬉しいたけを使ってるらしくて、で私がこの選べるコメントのところで嬉しいたけ入れてるじゃないですか。これでファンの人が、あ、芸人さんの嬉しいだけこの子使ってるって思ったらしくて、スクショして、なんかそのツイッターでその芸人さんのその、あ、なんだっけ、タグみたいなのをつけて、この ST48 の川端杏奈さんが、あの、嬉しいだけ使って、ま、くれてますよ、明日は記念配信をするらしいです、ぜひ見てあげてくださいっていう、そうツイートを、私アンピかなんかで、アンナか、アンナか、川端アンナで書かれてたから引っかかって、そのツイートがえっと思って、そういうつもりなかった、恥ずかしいって思って、私が本当に適当、適当じゃないですけど恥ずかしい。それをその芸人さんが見たかどうかも分かんない、いいねのとこ見たけど、いいねしてなかったから見てないかもしれないし、でも見てるかもしれないじゃん、パッと。だとしたらすごい恥ずかしい申し訳ないなって思います。そうそう、本当にそうそうなんですよ、そうそうなんですよ、そういうツイートを見てちょっと汗汗しました。で、嬉しいだけじゃない言葉を発見しようって思ったまま、ちょっと発見できなくて、誰でしたっけ、ちょっと忘れちゃったんです、すいません、ご失礼ながら。そうなんですよ、すごい恥ずかしい、恥ずかしかったですねツイートで。誰のことか分かった、誰だろう、そう、嬉しいだけ、サバンナ八木さんだ、そうです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 、絶対そうです。だからもう本当に、本当にもう皆さんが知ってる人じゃないですか、だから本当に申し訳ないし恥ずかしいなって思いました。そうなんですよ、あ、よく言ってるんだ、そうなんだいや、もう皆さん知ってる、そう、素晴らしい人じゃないですか、だから恥ずかしい気持ちになりましたそうそうなんですよ、それでね、それをきっかけに知ってくださったら嬉しいんですけど、嬉しいブリーズとか使う、みんな使ってくれる、あ、ショールーム配信をされている方なのね、おかえりなさい、ありがとう、うん、そっかそっか、うん、なるほど。え、私でも気づいたことがあって、アイドルじゃない配信してる方、一般人とか、なんて言うんやろ、なんか、なんか種まきのところ、あずさんペンライドありがとう、嬉しこくいいじゃん。え、種まきのところは私、あの、訪問、誰々さん訪問が出ないっていうのを知って、でも昨日、おとついかな、いや、めっちゃ前かもしれない、でもコロナ中ですよ、私がママに、ショールーム、ちっちゃい子、ちっちゃい子が配信してるショールームがあるよって、2歳か3歳か4歳か忘れたんですけど、フリー枠、それです、それで、そう、配信してて、すっごいタワー立ってて、もうブワーって立ってて、すごいと思いました、ちっちゃい子の力本当にすごかったです。ちっちゃい子が掃除してて、めっちゃちっちゃい子ですよ、なんかそれを後ろから撮ってるみたいな感じなんですけど、掃除してるみたいな、ですっごいタワー立ってるんですよ、めっちゃタワー立ってるんですよ、一本とかどこでじゃなくて、ブワーってなってて、誕生日かなみたいな、もう何歳か忘れたけど、すごいなって思いました。
そうリスペクトですね。確かに関東のみんなお疲れ、関西の皆さんお疲れって言ってるのは同じ脳みそなんかもしれん。これはもう似てる、似てる逆センスを持っとるかもしれん。確かにすごいすごいファンの方がいらっしゃる。すごいすごいですよ。お掃除配信でタワーなんてすごいですよ。そうお母さんがなんか母がルーム管理してますみたいな。そうそうそう。ミシェルベイさんペンライドありがとう。名前調べたら分かるんか、何歳やったんやろ、ちょっと忘れちゃったけど何歳だったんだろうな。すごい掃除してるっていうかもうほぼ歩いてるみたいな感じだったんですけど本当にそうママからこの子すごいって来て将来有望ですよ。どこのルームにいたんだろうねあれ。でも今配信してないね、もう夜だもん、寝てるわ。知りたいね、みんな見つけたら教えて。タレントかな、タレントモデルルームかなんかにいる気がする。なんて調べたら出てくるんだろう。2歳とか調べたら出てくる。2歳だっけな、何歳だっけな、覚えてないな。なんか引っかかりそうだけどね。3歳うん。2歳2歳あ待って、この子この子2歳、カナの初めて、このこれです。明日の朝7時に配信するよ私が掃除してるとこ配信したら本当ですか、ね、いいですよ全然そんな大丈夫大丈夫ですよ、ありがとうございます。ほら親管理、2歳の女の子かなです。キッズモデル、ベビーモデル、ショコモ、チョコモ65期生、かなちゃん、うわすごい、リトルミスコンテスト2022年グランプリ取ってますよ。準グランプリとかめっちゃ取ってますよ。タイニーミスサンフラワー2022年グランプリ受賞、タイニーミスシャンシャイン2022グランプリ受賞、タイニーローズプリンセス2022年準グランプリ受賞、タイニースプリングプリンセス2022年準グランプリ受賞だって。世界大会日本代表だって、すごくない？え、ガチすごいじゃん。すごいおむつモデルやってるすごいすごいすごいね。将来が楽しみな子ですって書かれとる推薦コメントに。元気ですよ。アッキーさん、クマありがとう。アッキーさんありがとう、いっぱいありがとう。私元気ですよ、無症状なので。アンピだよ。タイニーってなんだろうね。毎日配信30日ですわ、すごいわ。朝どんな配信してるんやろ、起きれんわ7時は絶対見たいけどすごいすごいよすごいよ。これは知ってる人いないかな、このファン一覧っていうところ見てみよう。知ってる人いたらいいのにな、面白いのにでもいなさそう。あ、ずんちゃん推しさんの方がいるね。AKB48 さんだ。あ、AKB のファンの人いますね。名前の感じとか。いますいます。で、STU は分かんない、いるのかもしれない。あ、これ STU の方？いや、STU の方だわ。STU の方いたわ。私よりも早く見つけてる人いたわ。今、広島ですよ。全然いるわ、 STU の方いる。私よりも見つけるの早いじゃん、悔しい、なんか悔しい悔しいに寝てるとこ映してお母さんが喋る配信やった。あ、そんな感じなのねじゃあ寝てる配信をお届けするのかもね。なるほどね。わ、滝野ゆりん
滝野由美子神推しさんがいる。ほらほらほら、すごいじゃん、すごいよ。うわー、ほら ST の話してたいるじゃん、結構いる、びっくりした今面白。なんだ、みんな知ってたのかよ。 DD 舐めないでウケる。こんなに遡ったの初めてかも。こんなにグリ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 、ああ落としちゃった。お、ほら千穂沙羅由美講師さんいたいた。そうよ、月島ホタルさんっていう人が多い。月島ホタルさんめっちゃ多かった今。人気なんですね。面白い名前の方がいた。帰り道は横道にそれたくなる大瀬戸内他のアイドルさん、なんかね初めてかなって思うと怖くて見れないですね。名前変えたらいいんですけどね。 それもめんどくさいね。そこまでして見るのもなんかあれだし。そうそう、初めてじゃない方は見ますね。もう自分で初めてじゃない、初めてとか2回目じゃないと思ったら見に行きます。そうそうそう、出ちゃうから。そうなんよ。NAB さん最終枠だ。あ、もう終わってる、これ終わってんじゃん。そうそう、が中江梨花さんとかは本当に何回も見たことあるから、やってたら時々見ますね。なんか何時間とか見ないですね私マジで。何時間なんかパッて見て、なるほどなるほどって、一話終わったらって感じ。一話、一話というかほうほうって言って閉じるタイプ。セバゲンさん、クマありがとう。うわー、ありがとう。セバゲンさん猫ありがとう。にゃんにゃんにゃん、ありがとうございます。おかえり、ありがとう、ただいま。そうなんですよ、そう見たいんですけどね、いろいろ。でもそう、それが嫌で。初訪問って言ってた川本さん、ありがとうございますって言う配信してるの？してないやんそう、 SU はもうみんな初訪問は絶対ないから。そう、乃木坂さん見ますよ。乃木坂さん見る。昨日葉月さんやってたよね。向井葉月暇人だからね昨日とかめちゃ、八木さんの配信嬉しいだけもこもこの重ね着ですよ。そうです、嬉しいだけ。フォローありがとう。フォローも見えますからね。でもめっきりと初めまして、初見詐欺がなくなりましたよね。初めましてみたいな、本当に初めましてって言われて、初めましてって言ったら、初めてじゃないのやっぱ覚えてないんだねっていうコメントが、このやり取りがなくなったのが非常に、それだけはね素晴らしいことだと思います。そう、昨日はリコチネを配信見たと、たまたま100回目でね、さっき見てたの、どっか行ってたの、初めまして、はじめましてって言われた私、はじめましてっていう主義にしましたから、はじめまして、はじめましたようこそ。長屋のラビア、安否見出れるの、はじめまして、出れるよ。初見です、かわいいですね、ありがとう。初見なのね、ありがとうはじめまして。どんなに何回見てる人でも、はじめましてって言われたら、はじめましてって言います。
ね、時間あるとね見るよね配信は。99% が STU だよ。あ、見てるの、うん、羽ばたいてないよ。足をぐりぐりこうなんかリモコンみたいにしてるの。わあ、いっぱいありがとう肉まん。肉まん食べたくなっちゃう、こういうの見ると。柴犬さん、くま肉まんありがとう。くま顔ありがとうございます、いっぱいありがとう。やっぱりアンピの配信が一番です。本当ですか、嬉しい、あざざます。500ミぐらい、うお、すげえじゃん。肉まんの下のスイカは食べれますか。それは食べれるやつ、紙とかじゃなくて、いや紙か、薄い紙、食べますか。食べません。でも気をつけて、食べてないと食べちゃうかもしれない。肉まん食べたのいいなぁ、なぁ。お、ファンレベルが上がった、おめでとう、嬉しいだけ。肉まんはからし、酢醤油、何にもなし、何にもなし。まだ肉まんデビューしてない私もだよ。アンペの配信マイナスイオンが出てるの、やーいやーい。柴犬さん可愛い、ありがとう、可愛い、アンピありがとう、あざざます、嬉しいだけ。必要しは変わらない、ありがとう。エリさん、クマありがとう。わわ、おもちゃの誕生日会から帰ってきました、おめでとう、おもちゃおめでとう。ここ声腰痛くなる、これさ今充電器がさバリミジ、本当にレッスン場に忘れてきたまま置いたままなんだよね。だからさ充電器がさ短いのしかなくてさ、その充電ができるこの短いやつが本当にこんぐらいの長さしかないから、これでやってるからこの高さの、だからマジできついの、このはい、カメラがここで、私がここにいるの、わかる？ここだからもうこうやって配信してるの、だから腰にくるんだわ。本日は麻婆豆腐でした。アンピは？アンピはプロテインバーを食べました。モンブランさん、クマありがとう。チーズたっぷりのピザマン、いいね。考えるだけでもよだれが出ちゃうよ。花火師さん、鍋ありがとう。うわ、鍋作ろうって思ってた。そういえば。おでん屋さんデビューしたの？おぉ。安否の配信は見るべきよって、おとといぐらいの自分に教えてあげたい。おととい配信やってないんよ。だらけていいの？ありがとう。よいしょ。あ、かろうじて映ってる。いいじゃん、いいじゃん。これでいい。首もげるかもしれんけど、これでいいや。やっほー。わ、私の隙間、もうちょっとで身が見えそうなのに見えない、ギリギリの位置。あ、これ首もげちゃう、多分首もげちゃうな。あ、首もげるわ、首おかしい、おかしいぞ、こうじゃないと首嫌や。よいしょ。おとといの俺に教えたいわ、やってないって。あー、これだと映んない。あ、こうしたら映る。あ、だ、ちょっとこれ落ちそうだ、ちょっとこうやってやんないと。あ、おととし。おととしだった、おとといじゃないのね、ごめんね。おととし教えてあげたらよかったね、それはそうだわ、それはおととし、そうだわ、うん、ごめん。おとといね、おととい言われてもだよね、近いよね、おととしだよね。知ってたよ、知ってたよ、漢字読めてたけど、ちょっと言ってみてたけど、おととしって言った、おととしって言いたかったんだけどさ、本当はさ、おとといって言っちゃっただけなんだよね、腕立て伏せやってないよね。お休み中困ったこと、暇すぎた。明日がめっちゃ寒いって言うよね。広島は今日から寒いらしい。わあ！なんてことだ。
冬長必須？そんな大丈夫よ。読めてるよ本当は。本当は読めてるけど、ちょっと読めてないふりをしてみただけ。そうですよ。たまたま。めちゃくちゃ寒いぞ。寒すぎておでん食べた。おお。そんな言い訳で許してもらえると思ってんの？許す。ありがとう。優しい。明日の朝の7時の広島5度。死んじゃう死んじゃう。大丈夫、でもお布団に入ってるからさ。うわ、朝が嫌になるタイプだわ。朝5時とかさ起きるとき最悪だ。可愛い嘘は許すタイプです。優しい。ヒューヒュー。あざとくて何が悪いの？めっちゃ腹立つ言い方じゃん。元気で何より、え、もう超元気ですよ。元気しかなかった。元気があり余ってた。私あり余ってたのこと、あり、あり、何やっけ、あり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 、なんだっけ、なんかね、ずっと 変換が来なくて変だなって思ったんですよ。じゃあ間違えてて、なんだっけな、あり余ってる、あり余ってるって言ってて、私元気あり余ってるんだよねってみほちゃんに送ったら、うん、あり余ってるかなって来て、あり余ってるって言ってた。ずっとあり余ってる。普通に考えたら確かにあり余ってるだわって感じ。でもあり余ってるってずっとそう思ってた。なんでだろう、不思議な話だよね。怖い怖い。だよね。どうしよう、食べよう。よし、アリに謝ってる。安否限定で許すのもありがとう。ミスタルさん、クマありがとう。売れクマ、もう本当にね、本当にそうですよ。世にも奇妙な話、世にも奇妙な話好きだよ私。面白いよね、怖い話。本当にあった怖い話は好きくない。ああいうのマジ好きくない。本校はマジで好きくない。本当に寝れなくなる、ガチで寝れなくなる。そのなんかトラウマになっちゃうんだよね。3歳なので、そう、私精神年齢3歳だから、いや精神年齢どころか私は混ぜた3歳なのさ。え、そう、森城全然新しくしてないんよ。やばいよね、ガチでやばい。明日やるわ、明日やるわ、バカ野郎って言うけど明日が1日なんよ。うわ、1ヶ月ぶりに帰る、やば。塩買わないと。トラウマの絵描いて、描いてあげよう、見せてあげよう。私本校は一回だけちょっとだけ見たことあるんですよ。その時のトラウマがあって、マジで覚えてるよ。なんかこういう和室で、なんて言ったらいいんだろう、部屋がこうあって、あ、ちょっと消して消して、部屋がこうあって、夜はね、こうあってね、こう、ここが和室なんよ、ここが和室で、ここが扉あるじゃん、ここ扉あるじゃん、
これこれこれ、トラウマ、本コアで一回見たトラウマの絵。ここが和室ね、和室でこうこうこう、これ絶対過去に振り返ったらこういうやつあるよ絶対。トラウマを描いててそうだよ、ちゃんとトラウマ描いて。でしかもなんかこうなんかね、この持ち手のこう、こう持ち手のここがなんか手のこういう跡がついててみたいな、こうここなんかなんかついててみたいな。絶対なんかこう、こうなってる扉がこうあったら、ここのなんていうん、こう開けるここのここ側にそう手跡がついててみたいな。ふすま、そうふすまふすまっていうのをちゃんと覚えてるんですよ。だから本コアはマジで怖い、コアマジで何の回、めっちゃ前ですよ、めっちゃちっちゃい頃、マジちっちゃい頃。割りながら分かりやすい絵が描けたと思う。虎の絵、虎描けるかな私。まあ今年は虎年だからね。こんなんやったっけ、トラって。こんなんやわ。ミスタルさん、パンダありがとう。トラガオ、ミスタルさんパンダありがとう。お、セイくんかわいい、ありがとう、嬉しい、かわいいだって、やったありがとう。トラだよ、かわいい、やったありがとう。うさぎは上手だよ私、残念ながらうさぎは上手なのさ。ウサギ、ほらウサギは上手なんだよ、ほら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 、ウサギだよ。ウサギ上手だと思うけどな。消します。ミスターさん、うま、ありがとう、うま、おかえりなさい、ありがとう。うまも書こうかな。よしさん、だるまありがとう。最後にうま書こうわ。うん、ちょっと違うわ。どうやったっけ、うまって。うわ、うまや、めっちゃうまや、どうしよう、うまや、待って尻尾こんなんやったっけ、思い出せ。これは違うわ、これ牛の尻尾や。あ、待って、ポニーテールじゃん牛って。
忘れるとこだった。なんやろな、なんか否めないよな、なんやろ。ちょっと待って、あ、待って、ちょっと惜しいかも。牛、私馬年です。なんか惜しい。などさん、うま、ありがとう、うまありがとうございます。壁か、いい感じ。なんだろう、何が欲しいの。あ、待って、たてがみがないんだ。待って、首がないんだ。わかったわかったわかった。何が変だなって思ったのって、首がないんだね。了解了解。待って、これだわ、これこれ。あー、なんか足りないと思った。こうだ、これか。あ、ちょっとこのたてがみをもうちょっとさ、ちゃんとし、待って待ってまた、尻尾がダメだ。尻尾、尻尾はポニーテールだった。今日の馬、耳もう少しでいい。待って、ちょっと惜しいんじゃん。いい感じじゃん、馬。いいじゃん、いいじゃん、すげえいいじゃん。この馬の名前は、コーギー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 、アナカマタ。こいつの名前はコーギーだよ。ニックネームはコギと呼び、沼と分かる。ありがとう。まあそうな、こうなわけで、馬の名はそうな、馬を英語で言うと、なめとるな。私は英会話習って言っとったんやけん。ホースですよ、ホース、ホース。復活安否ということで、今日はね、ゆっくりと長々とお話しさせていただきましたが、皆さん11月最後会えてよかったです。何度も言うんですが、私はあの無症状で5日間で、抗原検査をいたしまして、陰性を確認されて、自由の身になりました。どうぞご見知りおきを。みんなよりも早く帰ってこれたのは無症状だったという、私の元気な私があったからです。本当に嬉しいなと思っておりますが、公演フェスなくなってしまったことに対しては本当に寂しいなと思いもありますので、次会えるタイミングはちけたら嬉しいなと思っているので、皆さんも気をつけて会いに来てください。配信もね、また12月いっぱいできたらいいなって思っているので、またいっぱい会いに来てください。そして明日はね、時間があればこれ作ろうかなって思ってるので、わわわわ、もしよかったら見に行ってきてください。そう、コロナの時は5日間の囚われの身でしたから。そうなんですよ。ミスタラさん、ありがとうありがとうありがとう。これはおっきいおばあちゃんの手の振り方、キラキラさせて手振ってたの、こうやって。懐かしい、ひいおばあちゃん、あ、おっきいおばあちゃんですね、ひいおばあちゃんのことです。こうやって手振ってた。事務所にも顔出すんですよ。なるほど。まあね、明日からは仕事復帰ということで頑張りたいと思います。
それではバイバーイ。ヨシンさん尊いありがとう。尊い、これからも元気であり続けます。配信見てくれてありがとう。頑張ります。13位30点12位オカッピ、実地ドグラス、10位ウェイ、9位アッチャ、8位ゴギザリー、7位シオリン、6位マルトモちゃん、5位ナートモ、4位アッキー、3位クマッピー、2位マリュ、1位シバケン。ワン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 、シバケンさんありがとう。お、フォローありがとう。ということでね、そろそろ今日は終わります。ありがとうございました。皆さんも暖かくして寝てください。お風呂入ってゆっくり寝てください。配信見てくださりありがとうございました。星投げ50巻とギフトコメントもろもろありがとうございます。バイバーイ。はい。